中国陳敗将、その奥地で人知れず命をつないできた白竜一族。二本の角と鋭い牙を持ち、その拳には竜神が宿るという。彼らは皆白銀色の宝炉を抱き生まれてくるが、例外として長直系の長男、すなわち生まれながらにして長となるべく定められた代々の嫡子のみ重厚な黒銀色の宝炉である。しかし現族長の一人息子ペイロンだけが、それは他に類なき澄んだ透明色の宝炉であった。それゆえに異端とみなされ、腹からの反感を浴びる毎日であった。言葉知ってても読み書きできなきゃ猿と大差ないって言ったんだよ。やめか、リン。貴様問題ばっかり起こしよって。ちぇ、俺が何したって言うんだよ。これじゃ中国にいた時と変わんねえじゃねえか。お前はわしの子として生まれた以上、いずれは白竜一族の長にならねばならん。だが今のお前のその力では誰一人としてそれを認めてくれぬであろう。ベイロン、まずは日本へ行け。そして人間たちの中に紛れて真の力を学び、時代の長としてふさわしい力をつけるのだ。そんなもん、そんなもんなりたくねえよ。いやー、来ないで、助けて。いや、絶対に帰らないわ。困ったな。杉浦の命令でね、片野冬香を連れてこいって。違う、私は私よ、片野冬香じゃないわ。ほう、だがあんたは片野冬香がいなかったら生まれてこなかったはずだぜ。女一人に穏やかじゃないな。何？やばい、誰か来るぞ。貴様、覚えていろよ。
今さら悔やんでも遅いだろうかが。杉浦、俺たちはすでに取り返しのつかないことをしているんだ。だいたい最初に話を持ちかけてきたのはあんただぜ。分かっている。何なんだよさっきの連中は。あんたの仲間とも思えないし、よかったら訳聞かしてくんないかな。危険だわ。そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。いつまたあいつらが。おお。ごめんだけど気になってしょうがないんだよ。信じてくんないかな俺を。町外れの山奥に廃墟と化した研究所があるの。そして私はそこで生まれたクローンよ。え？どうするつもりだ。彼女が拒否し続ける以上、やはり。言うな。全ては俺の責任だ。俺が真実を話し連れ戻す。おお、真実をね。できるのかい、あんたに。あんたには肩の不愉快のことは話せても。当たり前だ。それだけは絶対に話させない。いいか、お前は手を出すな。了解。で、あんたはどうしたいの？私、帰りたくない。研究所に戻れば実験の産物として扱われるだけだわ。そしてオリジナルの代わりに本当は会ったこともない人と親友みたいな顔で付き合って、まともに歩いたこともない校舎に通って、そんなの我慢できない。確かに私は自然から生まれた人間じゃないわ。でも生きてるのよ。自分の命は自分のものって信じるのはいけないの？冬かだったよな。俺あんたを守ってやる。あんた負けないよな。早すぎたかな。リン君まだ来てないみたい。声を出すな冬か、うん、俺だ。何しに来たの？睨むなよ。今日は君を捕まえに来たんじゃない。話があるんだ。聞きたくないわ。研究所に戻るんだ。いや、戻ってくれ。君のために。君はまだ生まれたばかりなんだ。いつ異常が発生するか知れない。頼む。死んだオリジナルのためにも。私は冬香じゃないって言ってるでしょ。あなたの冬香はあなたがその手で殺したんじゃないの。その穴埋めに私がいるなんて勝手すぎるわよ。冬香、違う。触らないで。聞いてくれよ。俺は離して。ナオキ、その目。ナオキ、どうして、いつあんな傷を。冬か、冬か、泣かないで。パパが、ママが、死んじゃったの。死んじゃうって、もう会えなくなっちゃうことだって、おばさんが言ってたの。冬かがいるのに、遠くへ行っちゃったって。冬か、僕が冬かのお兄ちゃんになってやるよ。本当？うん。だからもう泣いちゃダメだよ。冬香があんまり泣くとパパやママは冬香のこと心配で天国へ行けなくなっちゃうんだ。笑って冬香、笑って。
直樹、なぜ？杉浦の言う通り、やっぱり奴には連れ出せなかったようだな。今度こそ来てもらうぜ。懐かしいだろう。あんたの生まれたところだ。返して！私はこんなところにいたくないわ。そうも言ってらんないだろうぜ。なぜあんたが実験に選ばれたかを知ればね。どういうこと？そもそもクローニングに成功さえすればよかったのさ。少なくとも俺はな。しかし加賀にとってはそうじゃなかった。そしてそれはあいつにとって賭けだったのさ。最初で最後のな。何それ、どういう意味？あいつはその賭けを終えた後、命を絶つ覚悟でいたってことさ。バカな、考えられないわ。そこまでしてどうして私を？そんな必要がどこにあるの？直樹は現にちゃんと。奴は死んだよ、オリジナルと一緒にな。今いる加賀はイミテーションさ。奴の傷を見たろ。あれは奴を作る時のミスでああなった。現在の加賀直樹は奴自身が紛れもなく無性生殖で作られたクローンだ。研究所ってあってな、どこにあるんだか。ん？やつらの仲間か。どんどん分からなくなるわ。なぜ直樹は死んでまで。あんた、いや冬香が半年よりは長く生きられないと知ったからさ。え？何？何のこと？意味が分かんないわ。ガンだ。嘘よ、そんな、そんなはずないわ。冬香はあんな元気で、私知ってるもの。冬香、ずっとずっと君のそばにいるよ、ずっと。いい、これではっきりするわ。せめて彼女の健康な細胞からクローンを作り、この世に残す。そして直樹はその命を糧に生命体実験の責任を取ると同時に、冬香との約束を果たすのよ。相当答えたようだな。さてどうする。ここまで知ってしまった以上、もう冬香を演じることもできまい。となればあんたの選ぶ道は一つだけ。それも俺の計画通りというわけだ。加賀、全てはあんたのおかげでね。遅かったな、片野ならこの中だぜ。貴様、あいつに話したのか？話したさ、やむを得んだろう。本当のことだ。直樹のことは絶対に教えるなとあれほど言ったはずだ。ごめんね、直樹。自分のことしか見えてなかった。でも、もう重くて。この命、私には重すぎて倒れそう。直樹、許してね。なんだ、今の音は。杉浦！やつが、フェイロンがこの辺りに。何？冬か、おい、あの二人を町へ出すな。
場合によっては殺しても構わん。杉浦、バカな真似はよせ。俺たちの役目はもう終わった。あの二人から手を引け。やめろお前ら。いい加減お人よしはやめにしな。加賀、第三者に全て知られた以上、片野をこのまま放っておけないんだ。いいから行け。待て。なぜなんだ杉浦、なぜそんなにあの二人を冬香を始末しようとする。厄介事はごめんだからさ。だったらどうして生体実験に手を貸したりしたんだ。お前にとって直樹などどうでもいいな。冬香が生きようと死のうと興味がないのならなぜだ。なぜこれほど面倒なことになると分かっていながら俺に協力したんだ。今さら冬香を消去しようとするくらいなら最初から断ればよかったろう。杉浦、俺がお前のことを何も知らないとでも思っているのか。お前には心臓を患って入院している母親がいるな。何？調べたんだよ。お前の出生のことも母親のことも全てだ。やっと分かったよ。お前は加賀直樹に同情して実験に参加したんじゃない。最初からその結果だけが目的だったんだ。成功だと知った今、俺も冬香も単なる厄介者というわけだ。言うな。お前は冬香を叩き台にして母親のクローンを作ろうとした。そして冬香は。言うな。うわ。のわけも、直樹がなぜ人体実験したのかも、こんな命投げ出してしまいたかった。冬香の命が絶望的だったって、そのたった一つの出来事がいくつもの命を消して救って。でもそれは全て冬香のためで、だから私なんかもういなくなった方が。バカ！どうしてそんな辛い方にばかり考えるんだ。たとえ人の手で作られたものだって、それだけすごい確率で生まれてきたんじゃないか。何もかも捨てて平気だなんて嘘だよ。次の瞬間見えるはずの風景や、いつかは会えるはずの人や、そんなたくさんの可能性を捨ててまで行けるいいところなんてどこにもないよ。もうこんなこと考えたりしないわ。負けないって約束したの私だったのにね。レイロ、もう一度約束するわ。私生きる、命が尽きるまで。直樹、あなたとも。杉浦、もう遅いんだ。もう。おい、見つかったか。いや、まだだ。向こうは女連れだからな。まだ相当遠くへは行ってないはずだ。ああ。冬か、俺ね。何？偉そうなこと言っちまったけどさ、俺ずっと冬かに隠してたことあるんだ。俺
本当は違うんだ。何のこと？俺も本当は捕まえたぜ。冬か。橋を渡れ。メイロン、何をしている。早く。できているのさ。ここまでか。手間をかけたもんだぜ、女一人にさ。だけどこれでおしまいだな。終わらせないわ。私もっともっと
前に何ができる。それだけの力もないくせに。まあ、負けない。やめろ、杉浦。もう終わったんだよ、杉浦。あんたにとっちゃそうだろうさ。だが俺にとっちゃまだ何も終わっちゃいない。そこまで憎いのか、自分の妹が。お前は父親の愛情が欲しかった。しかし妾の子であるお前は一度もそれを叶えることができなかった。だがそれは冬香の罪じゃないだろう。前だってそれぐらい。加賀、どうやらあんたは俺を買いかぶっているようだ。何？この俺が冬香を妬んだって。ずいぶん可愛い発想だな、杉浦。そんな感情最初から持ち合わせていない。俺を止めたければやってみるんだな。やめろ！やめろ、やめろ、杉浦。もうお前の計画を実行することはできないんだ。どういうことだ？お前の母さんは今朝急な発作で死んでしまったんだ。杉浦。だからってどうしたんだよ。貴様。今さら何ができるって言うんだ。貴様まだそんなことを。気に入らねえな、てめえらみんな。殺してやる、杉浦。やめろ、次。
殺せよ。憎いんだろ、俺が。いいんだよ、好きにして。俺にはもう何も残っちゃいないんだからな。バカみたいだよ、何やってんだか。全部自分がやったことじゃないか。うるさい。貴様に、貴様に何がわかるって言うんだ。煩わしかったんだよ、自分の母親が。早く元気になってくれという願いと、いっそ死んでくれたらという思いが重なって。だけどもう疲れたよ。杉浦、ヘイロンとか言ったな。お前早く刀を連れて山を降りろ。もう間に合わんかもしれんがな。なんだよ、間に合わないって。そんなことがあってたまるもんか。フェイロン、え、お願い、下ろして。よかった、目が覚めたんだね。でももう私ダメみたい。冬か、きっとこれが私の寿命なのよ。冬香の病気は細胞の一つ一つにまで入り込んでたのね。そこから生まれた私だもの。でも生まれてきたこと後悔しないわ。あなたと出会えたんだもん、冬香。夜が明ける。私、あなたが羨ましかったの。え？いつでも明るくてまっすぐで。冬か。この次生まれてきた時は、今度こそ私として生きたい。人間らしく。フェイロン。いや、ありがとう、フェイト。フェイト。まだ。